皆さんこんにちは、みゆです。今日はもう12月に入ったね。早いね、1年ということで、今年もこの時期がやってきました。 iHerb の今年買ってよかったものを集めたベスト iHerb2022 をやっていこうと思います。イエーイ。ベストコスメとか私やらないし、他のベストなんちゃらとかもやんないんだけど、っていうのも大してそんなコスメとかも買ってないし、 iHerb でしかたくさん定期的に買うっていうことがないので、私はこれを毎年のようにやってるんだけど、今年ももう毎月のように1箱2箱3箱ぐらいは買ってたのかな。みんなに紹介してる以外でもプレゼント用にも選んでたり、もうたくさん買ってるので、本当に iHerb ではたくさん買い物してる自信があります。なので今年は私が買ってよかったアイテムを、ここにもね、もうすでに見えちゃってると思うんだけど、本当にいいものだけを集めてるので、それを紹介していこうと思います。本当このベスト iHerb で選ばれる商品はマジで何十種類と買ってきてる中の頂点に立つ者たちなので、本当に信用してみんなにぜひ一回試してほしいものだらけなので、ぜひね、次のお買い物の参考にしてもらえたらと思います。ということで、ちょっと前置きが長くなったので、早速まず1つ目、これはもう iHerb で今年買った中っていうよりかは、もう今まで買ったものの中でもう間違いなくナンバーワン、本当に私のお気に入りで、これがなくなったらどうしようっていうぐらいのものに出会ったので、きっとみんなも分かってると思うんだけど、紹介します。じゃーん。ストックも半端ないよ。何箱ストックあるんだろう。ちなみにまだリビングにもあって、ここにもあるからね。この iHerb のプライベートブランドのラディアントソウルっていう韓国製のパックになります。これが本当に良くて、もう私の肌にドンピシャで合っていて、これ以上合うものがあるのかっていうぐらい本当に合ってるもので、もうニキビとかできて、これをね1週間ぐらい貼ってればもうニキビ全滅するし、肌の乾燥とかも、本当に乾燥しちゃう時ってあるじゃん、もう何をしても。ちょっと肌質変わっちゃったなっていう時に使っても良くなるし、毎日使うにはやっぱ高いんだけど、ちょっとやっぱ肌揺らいじゃったっていう時に使うと本当に治してくれるの。こんなに治してくれるの初めてで、今までスキンケアってちょっと肌荒れちゃったら逆に休もうと思ってたの。前はすごい頑張ってたのね。肌荒れてた時すごい頑張ってて、でもそれが自分の肌に合わないって分かってから、ちょっと休むようになったの、スキンケアとかメイクを。だけどこれに関しては肌荒れた時に使って治してくれるっていうものだったので、もちろん肌荒れてない時でもベストの状態にしてくれるし、とってもとっても本当にいい。でこれね、5種類ぐらいかなあるんだけど、どれ使ってもすごくいいのね。ただね、ちょっと気になるのが美容液の入り方にすごくムラがあって、めちゃくちゃひたひたに入ってる時もあれば、パック自体はひたひたなんだけど余るほど美容液はないものとかあったり、かなりもう余ってびっちゃびちゃになるぐらいのものもあったりするの。そこをね、全部びちゃびちゃにしてくれれば、ちょっと追加でこう肌にも乗せれて、首とか全身いけるぐらい余ってたりするのもあるから、そこだけどうにかしてほしいなっていうふうには思うんだけど、それ以外は本当にいいので、これがもし私みたいに結構ニキビできやすかったり、ニキビできやすいのにすごい乾燥しやすかったり、こうすぐに揺らいじゃう肌の人とかは、もしかしたら合うかもしれないので、ぜひ一度使ってみてください。本当どれ使ってもいいから、ね、安くなってるやつを選べばいいと思う。でこんだけパックが肌に合うから、これのねスキンケアのラインも出てるんだけど、スキンケアも合うんじゃないかって思って、全部お試し価格で買えたから、ちょっとずつ毎回のお買い物の時に買って試してみたんだけど、スキンケアは全然合わなかったの。ちょっと化粧水とかセラムに関しては私の肌には強すぎるっていうか、なんか刺激を感じるぐらいで、このパックでは一度も感じたことないその症状というか、肌が荒れたりはしないんだけど、合うなっていうふうには全く思わなくて、成分とかちょっと違うのかなって思いました。パックはどれ使っても本当に私いいんだけど、そうスキンケアは全然良くなかったっていうのは伝えておきます。はい、でそしたら次、これがユーセリンのデイリーハイドレーションクリーム SPF30 無香料っていう、これ日焼け止め兼、私は下地として、メイク前の下地としても使ってるアイテムで、これまだ1本目なのだけど、結構前に買って、もうそれからメイク前には毎回今も使ってるぐらい、本当に大容量だからなかなかなくならなくて、あと使い方としては少量じゃないと結構メイク前だとテカリやすい、本当に乾燥しやすい人とかならちょっと多めに塗っても大丈夫かもしれないけど、私ね
乾燥するのにテカりやすいの。だからほんの少しだけ下地として塗るようにしてて、肌も荒れないし乾燥しなくて本当にお気に入りです。日焼け止めね、私塗るとどうしても肌が荒れやすくて、日焼け止めのなんかの成分が多分合ってないのか乾燥しちゃうからなのかわかんないけど、そう、あんまり日焼け止めが好きじゃなかったんだけど、これに関しては全く乾燥しないのね。本当になんか保湿クリームみたいな感じで塗れるテクスチャーで、伸びも良くて使いやすいし、そう、乾燥しないっていうのもお気に入りだし、 SPF30 でそこまで高い数値じゃないから肌荒れしにくいっていうのもあるかもしれないんだけど、とにかく肌に多分合ってるみたいで、毎日塗ってても肌トラブルないし、こう化粧の前に使えるっていうのもすごいお気に入りで、これだけで、お粉してメイクナチュラルにする時もあれば、今日みたいにしっかりメイクする時は、最近でもファンデーションあんまり塗ってなくて、私こうコンシーラーみたいなやつでちょっとこの目の周りとか口の周りとかくすみを取ってるぐらいで、ほとんどファンデーション塗ってないんだけど、これがねちょびっとだけトーンアップではないんだけど、ほんのちょっと肌を綺麗に見せてくれるから、これにほんとお粉するだけでメイクしたりもします。でもね、これには難点があって、汗とかかいたり、あとまあ泣いたり、泣くことはなかなか日常ではないと思うんだけど、泣いたりするとこう目の中に入ったりして、それでとってもしみるのね。ただ普段普通に生活してる分には、私汗顔にあんまりかかないし、そんなになんか問題になることはなかったの。だからむしろすっぴんの時に使うと目こすっちゃったりして、それで痛いなっていうことはあったけど、こういうメイクする時とかは目こすったりもしないし、汗もかかないしっていうので使っても全く目の痛さを感じることがないから大丈夫なんだけど、まあ、目に入ると痛いよっていう難点はあります。で、次に紹介するのがこのダブのエクスフォリエイティングボディポリッシュ、ザクロの種子とシアバターっていうこのボディポリッシュになります。ボディポリッシュとボディスクラブの違いがあんまり分かってないんだけど、これ視聴者さんに教えてもらって使ってみて本当に良かったの。これなんかね、ふわふわしてんのね、肌に全然刺激なくこう伸ばせて、伸びもいいし、そう、ふわふわしててなんか気持ちいいのに、ちゃんとね肌ツルツルになるので、これの一番お気に入りのポイントは、とにかく香りがめちゃくちゃいい。今までアイハーブの商品の中でいい匂いいいっていう風に説明っていうか、こう言ってきたものってたくさんあるんだけど、その中でも結構上位に入るぐらい本当にいい香り。これ使った後、お風呂上がった後もふんわり自分からちょっと香ってきて、本当にいい香りすぎるの。これストックで買ってあるものなんだけど、ボディ系ね、たくさん今年試して、アイハーブ以外でもそう試してて、今もまだ家にイソップのやつとか、あとコスメキッチンとかで買ったやつとか、あとね、ヌビアンヘリテージのやつとかもあったりして、まだ全然使い切ってないのね。だからそう、まだこれ2つ目なんだけど、1回使った時にこれは次でまた次も絶対買いたいなっていう風に思ったもので、しかも香りもすごく良かったので今回選んだんだけど、他のね、やつ他の種類もあるのよ。だけどこの香りがとにかく良すぎて今回もこれにしちゃったんだけど、他のね店舗とかで買うものよりも全然安いのに、全然同じようにツルツルになるし、すっごく良かったので、これはぜひ一度試してみてください。マジでお肌がツヤツヤツルツルになっていい香りになります。で、次に紹介するのがシアモイスチャーの 100% バージンココナッツオイルのデイリーハイドレーションボディウォッシュになります。このシアモイスチャーっていうブランド自体、アイハーブで使い始めたのが今年で、今年いろいろ試してきたんだけど、どれを使っても本当に良くて、私のすごい好みの香りで好きだったんだけど、その中でもやっぱボディウォッシュって毎日使うものだから、私すごいボディウォッシュにはこだわりじゃないけども、自分の好きな香りで毎日癒されたくて、もうたっぷりの泡でもう体を洗いたいのね。だからそう、いろんなもの試していろいろ好きなものがあるんだけど、その中でもこれはすっごく好きだったので、最近買ったね、うちのアフリカンブラックソープの方、これはねまだ使ってみたことないんだけど、これはねもうストックですでに使い切ったもので、すっごく良かったので今回選びました。もう泡立ちもすごくいいし、何よりココナッツのね爽やかな香りが私は大好きなので、この香りがもう
大好き。 100% バージンココナッツオイル使用のアイテムで、フェアトレードのシアバターが使われてたり、ココナッツオイルとかココナッツミルクがブレンドされてたり、アカシアセネガル、ちょっとよくわからない成分とかも入ってたり、動物実験もちろんしてなくて B コーポレーション認定のブランドで、あとファミリーでやってるブランドっていうのもすごい気に入ってて、私はこのシアモイスチャに出会ってからこれを切らさずずっと使ってきたんだけど、とってもおすすめなのでぜひ使ってみてください。ちなみにね、このシアモイスチャーでもう一つすんごいものすごく良かったアイテムがあったんだけど、それがヘアマスクだけど、このベストアイハブに入れなかった理由が、放置時間が長すぎて20分とか30分置いてなきゃいけないやつだったので、そんなにずっと待ってんの結構夏場とかだと特にお風呂使わないこともあったから辛くて、だから選ばなかったんだけど、とってもいいです。本当にあの髪の毛傷んじゃってしょうがないっていう人はぜひ一度使ってみたら感動するトゥルトゥルさになると思うので、ぜひね使ってみてください。長風呂する人はぜひ。で、次に紹介するのがこのエルフのクリアブロー&ラッシュマスカラになります。これに関してももう毎回メイクするたびに使ってるアイテムで、眉毛のねクリアのマスカラになるんだけど、この毛並みをしっかり綺麗に見せてくれるので、私はあんまりカラーのついたこうマスカラとかでするっていうよりも自分の毛並みをしっかり見せたい派なのね。っていうのも私眉毛の密度が本当になくて、そうしないとなんかさらにのっぺりした顔になっちゃうから、眉毛だけは立体的にねちゃんと見せておきたいんだけどっていう人にもすごいおすすめだし、眉毛ふさふさに入っててこう綺麗に毛並み整えたいっていう人にももちろんおすすめ、私みたいにない人が綺麗に見せたいっていうのもおすすめ。あとね、眉毛整える時にも使いやすくて、こう眉毛をさ描いた時にこれで整えて、でそうするとねいらないところが分かりやすいの。だからこの描いた状態で眉毛をカットするっていう、これで整えるとねすごいいらないところが分かりやすくてっていう、なんか謎の使い方もしてるんだけど、まあ、とにかくメイクの時に必須で、これは5、6本リピートしてるんじゃないかな。すごいコスパも良くて、買うのに躊躇しない値段で買えるっていうのもありがたくて、アナスタシアのクリアブロージェルを前使ってたんだけど、それだと3、4000円するかな、だけどこれだと10分の1ぐらいの価格で買えちゃうのでとってもおすすめです。ちなみにこれラッシュとブローでこう分かれてるんだけど、やっぱブローのやつの方がしっかりね眉毛に使ってホールドしてくれるんだけど、ラッシュの方はラッシュとして使っても全くこうあの綺麗に上には上がってくれないので、私は眉毛にどっちも使ってます。で、次に紹介するのがダーマイーの高保湿タイプ唇ふっくらトリートメントっていう、このリッププランピングトリートメントっていう、縦じわとかをなくしてくれて唇をふっくりさせてくれるアイテムなんだけど、そういうアイテムってさ結構日本で買おうとすると高いと思うんだけど、これはめちゃくちゃ効くのにすっごい安くて、これはねストックで新しい新品のものなんだけど、今使ってるものはねリビングに置いてあって、毎回、メイクのタイミングでベースメイクしてその後に塗って、塗ったまんま他のアイメイクとかを終わらしたりして最後ちょっと拭き取って、でリップのメイクをするっていう感じで、メイク中にやっておくことで縦じわとかなくしてくれてすごいふっくらさせてくれるので使ってるアイテムなんですけど、本当にとっても効きます。なのでちょっと痛いぐらいだから、ちょっと痛いのを覚悟して使ってほしいんだけど、私の場合はこう唇からさらに少しねオーバーにいつもメイクをするので、オーバー目にこれもやっとくのね。でオーバーにやればやるほど痛いの。だからちゃんと唇の上にのせる分にはそこまで、まあ、ピリピリするなぐらいなんだけど、こうオーバーにやるとビリビリジン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 までは来ないか、まあ、ビリ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 してほんと腫れてくるので、とても唇を大きく見せたい人にもおすすめです。で次に紹介するのがこのキングオスカーのサバ缶たちになります。これもね結構購入品でも紹介してきたと思うんだけど、いろんな種類があって、レモンとか、あとこれはオリーブが入ってるやつとか、あとはハラペーニュのちょっと辛めのやつとか、あと普通のやつもあるんだけど、それがね今ちょっと在庫をうちで切らしていて、結構ねストックして置いてあるんだけど、このサバ缶に出会うまではそもそもサバ缶っていうものにそんなに興味がなくて、なんか臭いイメージとかそんな食べたいなって思ったことがなかったんだけど、これをなぜか試してみて本当に感動したの。柔らかすぎるし臭み一切ないし、めちゃくちゃ美味しいなっていう風に思って、そ
そこからカルディとあと成城石井かなって試してみたんだけど、やっぱねこれの方が全然美味しくて、まずくはなかったんだけど少し匂いも気になったし、あと骨とか皮もついてたりして、これとはやっぱ違くて、これの方が私は好きだったので、だからねこれをおすすめしたいんだけど、サバ缶苦手っていう人もぜひ試してほしいのね。でサバ缶好きっていう人にもこれは絶対気に入ってもらえると思うので試してもらいたいんだけど、私はもうサラダにこれを混ぜ混ぜして食べたり、あとはパスタにこのサバ缶だけペペロンチーノみたいな感じで、これオイル入ってるから、でもこれのオイルだけじゃ少し少ないから、少しオイル垂らしてパスタ茹でて、でこれとあとちょっとの醤油を垂らして、であと最後ちょっと胡椒とかで終わり。ほんとパスタとこれだけで食べたり、そのままねもちろん食べてもいいんだけど、もうサバ缶のイメージがすごい変わった商品だったので、これはぜひ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 一度食べてみてほしいなと思って選びました。でこれで最後になります。これもめちゃくちゃお気に入りで、本当に出会えてよかったアイテムで、ヌティバのオーガニックココナッツオイル多目的調理用油になります。これ 1.6 キロもあってさ、手よりも全然でかくて顔と同じくらいのサイズあるんだけど、じゃん、こんな感じで、もうスプーンをね、まあ、入れて使ってる、木のスプーンをずっと入れて使ってるんだけど、 USDA オーガニックでノン GMO のアイテムになります。でココナッツオイルって聞くときっと好き嫌い分かれると思うんだけど、これはココナッツオイルでも味がしないの、ココナッツの味がしないので、ほんと誰でも使えるココナッツオイルだと思います。でこのココナッツオイルの使い方はシンプルで、もういつもの油をほんとこれに変えるだけっていう感じで使ってるんだけど、ちょっと向かないものがあって、揚げ物系はね向かないの、重くなりがちなので、唐揚げとかあと素揚げとかナスの素揚げとかすると思うんだけど、そういうのに使うのは NG なんだけど、それ以外も本当炒め物はすごく良くて、少量の油でね結構さーっと少量なのにしっかり焦げずに焼けてくれるし、無味無臭なので何にでも使えます。でココナッツオイルね体にもいいっていう風に言われてて、やっぱり自分の食べたものでこの体ができてる、この肌ができてるっていう風にちゃんと考えられるようになってからは、食事とかも少しずつ改善しようっていう風に思って、そっからはオイルとかは特にやっぱ酸化して肌とかにも良くないし、まあ、体にも良くないしお通じにも良くないしっていうので、オイルとかから結構変えたかな。最初はグルテンフリーとかやってたけど、そんなことよりも私は今は全然オイルとかの方が重要なのかなっていう風に思ってて、そういいものしか使わないようにしてるんだけど、ココナッツオイルがいいっていうのは知ってはいたけど、ココナッツオイルってさ何にでも合うわけじゃないじゃん。でココナッツの香り好きなんだけど、そんなになんか料理に全部ココナッツ臭がしてるのは全然私は嫌だったのね。だけどそんな時にこのココナッツオイルの味がしないものもあるんだっていう風に思って、そう買ってみたらとっても良くて、ぜひねほんと消耗品で毎日使うものだと思うので、そういうものはねいいものを使うのがいいと思うので、次のオイル何買おうかなっていう人にはすごくすごくおすすめです。もう天然なのでね、こうちょっとさベタベタしたりしちゃうのよこのオイル。結構夏とかだとゆるいテクスチャーになって、今寒いからさ固まってたりするんだけど、ちょっとベタってしたやつもこう手にも伸ばして保湿もできるし、髪の毛に塗ってもいいし、天然のオイルって最高だなっていう風に思います。はい、こんな感じで今年のベストアイハーブ2022のラインナップたちを全部紹介してみたんだけど、どうだったかな。きっとみんなもあそれだよねって思ってくれたものとかもあると思うんだけど、もうねこれ注文履歴全部今年の見漁って、その中から自分でねこうリストに入れてったアイテムたちなので、もう間違いなくこの子たち本当に自信を持っておすすめできるアイテムたちしか集めてないので、ぜひね次の購入品の参考とかにしてもらえたら嬉しいし、みんなもねお気に入りになってくれたら嬉しいですっていう感じで、今年もアイハーブの購入品たくさんたくさん見ていただきありがとうございました。来年もねきっとたくさんたくさんアイハーブの購入品をあげていくと思うので、ぜひ来年も
見ていただけたら嬉しいですっていう感じで、もうなんか今年の締めみたいな感じになっちゃってるんだけど、全然まだまだ今年たくさん動画上げていくので、 iHerb の購入品以外もぜひ見てもらえたら嬉しいです。そしてチャンネル登録とかねしてない方ぜひお願いします。はい、そんな感じで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録、インスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。みんなの今年のベストiHerbアイテムもぜひ教えてください。じゃあバイバーイ。